はい皆さんこんにちはサッカーダイスソ TV の白鳥大地です、えー、今回は元日本代表ミッドフィルダーの戸田和之さんをお招きしております戸田さんどうぞよろしくお願いします、はい、お願いします、えー、今回はですね鈴木慶太さんチャンネルとのコラボ企画でして慶太、えー、さんチャンネルの方では戸田さんと私ではいはい語るワールドカップの全グループを展望させていただいております長かったですね <laughs> 長かったですね <laughs> なかなか全グループでしたのではい、はい、で今回サッカーダイスソ TV の方ではですね。 えー、戸田さんにワールドカップ初戦で戦う、えー、ドイツ代表を破るためのプランをぜひともご指導いただきたいなと思っておりますまず戸田さん11月1日にあの日本代表26人が発表されましたけど全体的な印象としてはどういった印象を、はい、持ちましたでしょうか全体的な印象、はい、まあ4年の集大成なんで、はい、まあそれまでなんか信頼とかがベースにはきて、はい、あと前線の方の考え方は対戦濃く、うん 含ただ、プレスができてと、はい、いうところを前提に選んだのかなという感じはしましたがねでその中に怪我を持っている選手も含まれていると、はい、いうところがちょっとあの心配ではあります新たに怪我をしてしまった選手もいるので、はい、その怪我人の多さ、はい、ここが本当にあの最高レベルの極限の、まあ、テンションとか緊張感とか。はい プレー強度が求められるのがワールドカップなので、はい、しっかりパフォーマンスを発揮できる状態まで個人とチームが到達できるかなというところは少し気になっています。確かにですね、えー、と現時点で発表の時点で、えー、と板倉選手と浅野選手は、えー、と膝の怪我でまだ、えー、とリハビリ中という段階で。はい でさらに、えー、と発表後に、えー、中山雄太選手がハダスフィールドの試合で、はいえー、アキレス腱ですかね、はい、怪我して、もうちょっと欠場が決まりました,まましたね。ちょっと今今日11月7日なんですけども、この段階ではまだ、うん、中山選手に代わる、えー、大会選手がまだ発表されておりません、冨、はい、安選手もちょっとハムストリングを痛めたんじゃないかという情報がございいいますたただ、まあ、ちょっとその時点で、えー、お話を進めていきたいなと思います。 まずですね初戦で戦うドイツなんですけどもおそらくシステムは4 2 3 1というシステムかなと戦術的にはどんな特徴を持ったチームだと思いますかベースは4 2 3 1攻撃にいるときは下が3に近い形になってサイドバックは高い位置を取る中に人を入れていく縦パスは積極的に狙う背後も狙う。 ボール保持よりはゴールに向かうことをまず前提に、うん、全てを考えて行うのが今のドイツ代表で,、うん、でアスリートレベルが高い選手が揃っている、はい、あのワールドクラスの選手もいる、うん、全員トップレベルだ、はい、で監督はバイオルミュンヘンであの素晴らしいものを見せタイトルを取った人だ,、うん、だクラブレベルに近いようなものが今ドイツ代表で行われていて個人的にはそのワールドカップに出場する国の中で最も、はいはい えーと先端をいってる選手的にも先端をいってる,る、はい、志が高い、うん、大胆なサッカーをするチームですね、うんうん、はいなるほどでこちらがですね今の時点で戸田さんに、えー、日本のスタメンで推奨というか、うん、まあこういう形になるんじゃないかというふうに予想していただいた11人になります、はい えとまずですね左サイドバックは、えー、と中山雄太選手がおそらくワールドカップ欠場という中で長友選手という選択もあると思うんですけども、はい、こちらに伊藤選手を持ってきた意図というのはどういったところ彼自身が今、非常に高いレベルでプレーをしている、うん、左利きだ、はい、高さもある、対人もできる、はい、ここが基本的な理由になりますかね。<laughs> 高さというところも少し頭に置きつつ伊藤の場合は動けますからね、左足のキックがあるんで、ドイツは非常に大胆にいろんなことを仕掛けてくるんですけど、スペースはあるんですよ、特に奪った瞬間と、そこにしっかりボールを届けるという意味でも、良いかなとは思いました。左のセンターバックは正直ちょっと分からないんで、ここに谷口みたいな人生もあるでしょうし、冨安が間に合うなら冨安でしょうけども、ここが本当分からないですね。不安要素としては こちらになると。板倉が間に合っても直前のカナダ戦に出られるかどうかとそこのパフォーマンスも含めなきゃいけないので一応候補としてはこうなるかなというところですかね。中盤から前は9月のアメリカ戦のスタメンと同じスタメンですかね。ドイツもちろんスペインもそうなんですけどもちろんガップリオツでメンタル的にはガップリオツで挑んでいくと思うんですが。 まあドイツはボールも持ちますし非常にすべてを早く回してくるので、はい、そのものにボール保持で向かっていくというのはあんまり得策ではないと思いますと、うん、そうするとまずドイツのアタックをまあしっかり止められる、はい、でそのカウンターも打てると、はいうことを考えると、はい、当然、前にはやっぱりスピードと走れることも多分求められますので、はい、あとは近いところの代表戦で考えると、はい、まあ基本的には9月のおそらく 試合がつながってくるだろうというのもあるんで、はい。であれば、こういう形になるかなとは思いました。<ー> <laughs> おそらく、これドイツも四二三一だと、四二三一対四二三一になってくるじゃないですか。はい、そうすると、日本のプレスのハメ方も、アメリカ戦、アメリカは基本四三三だったので、ちょっと変わってくるかなと思うんですけども。はい、これ、例えば、前田選手がアメリカ戦は高校にこう。 でで鎌田選手もちょっとツートップに対してこういう形に行ってたと思うんですけどもこれはドイツが相手でも前からのプレスっていうのは有効になりますかね有効になりえる選手は揃ってると思うんですけど、はい、日本の方にですねはい、はい、ドイツがそれに付き合うかどうかがまず一つ先ほど言ったようにそのボール保持はあくまで手段だっていうのが今のドイツのすごく 良いところ、特徴なんで、日本が前からプレスかけてきたときに。まあノイヤーも含めてですけど、長いボールは使える。で、まあドイツ今、ターゲット的なキュはいないんですけど。例えばトーマスミュラーと、ハバーツが来ると。まあ上背も普通にあって、で動いたところに長いボールも蹴れるわけですね。あと日本があまりこうしゃかりきになってプレスかけると。 長いボール使われて、<ー>日本が前でやった後ろでこぼれを作られたりカウンタープレス、まあ、その切り替えからのプレスもすごくドイツの特徴なので、うんはい、それを使われるとちょっと嫌だなっていうところもあるのであ<ー>まあ基本、縦にするんじゃないかとは思うんですこけね、はい、最初から真横にして向かっていくと、はい、結局、まあ、あとはここら辺に、はい。 クリッは誰を使うかなんですけど個人的にはトーマス・ミラーがいてハーバーツがいてこんなとこにムシアラがいると非常に嫌だなってみんな結局動いてポジションを探せて特にハーバーツとムシアラは狭い空間でもボールが使えるので日本がしゃかりきになって出ていけば出ていくほどこの2人のエンドと森田の後ろとか脇あたりにもしボールが入ると。 非常に厄介だなとそう考えるとあんまりハイプレスに行きすぎてロングボールとかでかわされるぐらいだったらちょっとミドルプレスぐらいの方がいいかもしれないってことですかね。そうですねドイツがここ最近の戦いの中で苦労してるなと思われる時は例えばそれがハンガリー代表だったりするんですけど5バック2トップしっかり後ろは埋めていく。なんドイツは ここに例えばラームっていう選手がいると幅取ってくるちょっとずらすわけですよね。右の中盤の選手が高い位置でワイドを取っていくキミヒとギュンドアンかキミヒとゴレツかここが真ん中でバランスを取る右が高い位置を取るあとここら辺は結構流動的なんですけどその中で。 ここをしっかり埋めておいた上でプレスをかけるとちょっとドイツが苦労してる時はありました。でこれは4バックになるとここら辺がねこうやって動く選手とか入ってくる選手とかがうまくこうやってずらされてですねボールが入ってくると単純にここの2人が結構仕事が大変になりそうだなと。 こんなところを考えてでも,もうバックでいくんじゃないかなとは思うんで、はい、うん <laughs> まあどれぐらいの高さで出ていくかっていうのも一つですし、はい、ここ結構ビルラップのけ近い距離で2人を置くんですよはいはいはいあんまり幅を取らないですかそうです下から始めるときは基本的に4っぽいんですけどドイツは、はいはい、ここからある相手がすっと下がった瞬間に3に変えるんですけど、はい、ここの2人は近いんですよ、はい、距離が、はい。ここでボールがしっかり 受けられるのでそこからまた展開ができちゃうというところを日本はどう考えるかですかに、2でもいいんですけどここはある程度決まるので入ってくる選手、降りる選手ここまでボール運ばれちゃうと基本的にちょっとずらされてビルドアップ作られると日本の傾向とすると苦手だと思うで後ろ向きになるアメリカ戦も同じような場面がありましたしそこら辺なんですよね。 そここはは避けたいところででももハーードワークは絶対に必要なんですよ。うん、しかもスーパーハードワークが必要なんで、はい、だからそれはあのこう頭の方のインテンシティも含めてなので、はい、どう当てはめるかなんですが、はい、まあでも最悪ですけどね、はい、こんな時こそこういうふうにちょっと前は1枚で折ってくれ、はい、で中盤のところを少し捕まえておきましょう、はい、そうするとまあ例えばこう余ったとしても、はい、降りてくるトップ下も,も。 覗けるな、カバーできそうだなっていうのがまあ、一つですね。はい、それから、もう、ここまで、トップのを下げちゃう。はい、ああ、なるほど。なるほど。ここ、はい,は,いはい、相手の中盤のところまで。ここは、もう、あれと、捨てる。一回持たせちゃう。ここは,うね、はい。はい、ただ、持たせたら、ずらしていきます。はいはい、そうですね。だ、ずらしたものに対する、対策があった上で、一回持たせちゃうっていうのが。ただ、まあ、持たせた時に、出てきますんで。はい。 こなってきますね。はい、これも結局ツートップだとちょっとハマりが悪いっていう。うね、うじゃ、それを前提で、こっちにしておくか。はい、ってで、とにかく縦パスは結構狙うんですよ、ドイツは。縦パ<ー>スの三人目を狙ってくるので。じゃ、ここにはある程度人を、置いとく方が、いいかな。そうすると、まあ、出したところに。まあ、これあくま、俺の考えですけどね。はい、君、人、はい、まあ、ユーノンのが五列かなんで。はい ここ基本的にボールサイド出た入ってくるで下げたらキーパーまで例えば出てくもう一回ずれるといとここはあんまり出なくていいですここの2枚を前に早く出してしまうとやっぱ外側に両脇に空間が大きくなるのでここ使われると嫌なんですよでもし虫やらなんかいると確実に入ってくるのでできるだけここをあんまり動かさずにここでうまく。 相手の攻撃を方向付けできれば、うん、この高めの位置を取っている例えば、はい、こっちはラームで、はい、例えばホフマンみたいな選手がいても、はい、方向がある程度自分たちで決められれば入るボールに対しては出られると思うんですよ。これは,い、俺はそ,その状況がないと、うん、どうしても全体使われるので、はい、ちょっとこうどこを捕まえていくかわからないくなった時にスポーンって入るのが一番怖いです。はい これ9月のアメリカ戦とか見てると前半戦前半はこの3人4人によるプレスが前からのプレスがすごいはまりましたよね、はいはい、でただアメリカがちょっとやり方を後半の、えー、と前半の終わりぐらいから変えてきて3、はい、バック気味になった時に日本のはめどころがちょっと悪くなってきたなっていう印象があったんです、はいうん、そうですね、はい、だこんな感じですか,、はい、だかこうなった時にツートップで、はい、まあ追うのも一つだと思いますしそうなった時の後に多分サイドハーフの、はい と出てくるボールに対しての次のアクションがどうするかであの試合簡単に言えば出てくる入ってくる人がいて3四三ぽかったと思うんですけどこうやって入った時にどうしようかなこっちもちょっと出られないぞこんなところにポンと入ってギュッと運ばれて背後狙われるみたいなのが出てたんで4四二でそのまま足すとハマりは悪いんですよね。 そもそも広がったところはもう狙えるようにしとくのかどんどここら辺をしっかりある程度もうそもそも見とかなきゃいけないので、はいはい、バランスはいいんですけどどう、はい、このチームでドイツがもしじゃ少しこういうふうに変えてきた時に重要なポイントを抑えつつ、はいはい、<laughs> 一番ボールが入れられたくないところを消して簡単にはこの外側のところにたたた球が出てきたら、はい、出れば。うん ここで狙えるぞとかはい、はい、下げたら行くぞとか、はい、こんな感じにイメージができるといいのかなと思うんですよね左サイドバックがドイツの場合はまあラームだったりゴゼンスだったりして、はいはい、どっちかというと攻撃的に幅を取ってくると、はいはい、その時に伊藤選手がいくのか酒井選手がいくのかっていうのも結構ちょっと重要なポイントになりそうですよ、ねはい、ここがでも下がってしまうともう鎖ちぎれちゃって方向2のプレースにならない普通に運ばれるんで これ多コスタリカとかがやることになるんですけど相手が攻撃に入ったらサイドハーフが降りちゃって後ろを5枚にするっていうそれも一つ手なんですけどそれはしないんじゃないかなと思うので例えばこのメンツで考えたらであればある程度この構えたところで中は使わせたくない抜かれるボールは消したいそこにどうやって人を出していくかのところがこうやって見ると4に対する5だとして。 サイド決まると同数になったりプラス1作れたりで向かう場所が分かってればドンって出てドンってずれて入ったところでここで取るとか球が取れる人のところで球を取れるように仕組みを作るっていうのがやっぱり重要なんでそうするとただこうハードワークするだけだと逆効果になる場面が多分出てきます。頭頭を使ったハーーードワクがが必要でですねそののののといいいうはまずチムして分ななきゃけ ドイツは基本的にはこうやって帰ってくるよっていう頭に置いとかなきゃいけないシュロッターベックだったら左の体格があるホフマンだったら飛び出してくるとかリュリガーでも運んでくるあとは右が誰になるかだと思うんでただどっちかっていうとドイツは右に出る人は安定させるタイプなんでクロスターマンでもケーラーでも安定させる方なんでじゃあこっち狙うかとかそういうところがちょっとポイントになるかなと思いますね。 これ九月シリーズのアメリカ戦とエクアドル戦で最後まあ十分だったりとかでしたけど最後こうまあ三バックとか五バックに近いような人形も使ってましたよね。これを最初から使うってのはちょっとなかなかないかなと思うんですけども最後例えばまあこのドイツ戦で多分一対一とかゼロ対ゼロでも勝ち点一が取れれば日本としては大きい試合になると思いますね。その中で最後その三バック五バックみたいなシステムを使う可能性っていうのも。 ああるるとと思思いい、いまますす。はやっぱりーバックでドイツを相手に、はい、ハードワークって、はい、基本的にはドイツはこうやって可変させていきますから、はい、すごくあの揃った上で早く動き続けなきゃいけないしあとはボールがどれだけ持てるかなんですけど、うん、そんなにそのボール保持の時間は作れない可能性もあるのでどんどん疲労はきますので、はい、あと試合展開によってやっぱり後ろを増やさなきゃいけないっていうのは出てくると思いますから。うんうんはい そうなった時に誰がいるかっていうのはまず一つですね。うん、例えばこういう今の,、ねはい、その富安選手の状況とか考えると、はい、こういう形は見えるかもしれないですよね。そで,ねでそもそも別にこうやって入ってもいいんですよ対ドイツで考えたら,、はい、らそれはおそらくしないだろうということで今、話はしています。こういうそうう、ねはいいいババックというか5バッククととかか、うん こういうい形で最後締めにいくっていう5い3の2だったら例えばもう少しプレスをかけに行ってカウンターが狙える、うんうん、5 4 1になったら基本的には前が1枚しかいないんでリトリートが多分イメージになるんですけど全然あれですよリアリティはないですけど別に対ドイツに5 3 2で入ってもいいんです。例えばハンガリーとかそれで勝ってますから,だからそうなったら前が2枚で1・2・3になりますから。なるほどもしこれが プランとしして先にあったたら原口いたかもしれないです、はいはい、なるほど確かに5三二だとはい真ん中でもう一枚ここに必要なんですよと誰、はい、かが結局外れるんですけどでも相手の力量を見た時に、はい、でもカウンターを打つぞと、はい、で5四一より五5三二の方が真ん中からまあいボクサー場に8人いるんですよでプレスかけやすいです前2枚だから。 単純にこうやって置くとこうなるんでここからどう人を出すかなんですけどここ分厚いんで確かにここ原口選手とかねハマるはハマりそうなイメージはありそのイメージは多分ないんだろうなとは思うんですこれはないんですけど 5−4−1 になるともっと引き込む形になるんでちょっとゴールは遠くなりますがそれが最終的に勝ち点を拾うっていう時間帯だったらまああるでしょうね対対対とかだだろろううがが 8.1取れるかもしれないっていう状況で最後ちょっと後ろに厚めを持たせるシステムっていうのをどれぐらいで使うかっていうのもちょっと時間帯としては難しい判断になりそうですよ、ね、だここ最近の代表戦率短いですよねそうですね短いですね <laughs> すごく短いですよねもうちょっとみたいなのがあるんですけど <laughs> そうそうだいぶ後ろの方でよね、うん、あんまりこうなんかプランとしては持ってないのかもしれないです,ですねなんか最後15分ぐらいとかあってもいいかなと思うんですけど4年前のベルギー戦でいうと、はい、まあやっぱフェラーに入ってきてはいはいはい そこが多分うまくこう変えきれなかった。まあ単純に一枚増やしていると違ったかもしれないし、まあそれでも結局押し込まれてっていうのは出てくるんですけど、まあ対ドイツだとまあドイツもハバーツもヘディング強いですけど、まあいわゆるポストプレイヤーじゃないし、しっかり人揃えて狭くして跳ね返してカウンター狙うぞってなれば、まあそれはそれかなと思いますね。ここに相馬とかもあるでしょうし、あそうですね。ここソマ選手もありえますよね。今回のメンバーだと。 センターフォワードがあのベルナーが恐らく怪我で出れないってなるとさっきからね、あのさんがおっしゃってたハバーツが、はいはい、もしかしたらスタメンじゃないかっていう予想がああ僕はだからハバーツが出てくるのは一番嫌だったベルナーの方があむしろ。はい。<ー>そうするとニラーがいてハバーツがいて、まあ、ニャブリがいたりっていう選手が動きながら、うんはい、背後も取りにいくし手前も取るし飛び出してくるしっていうのが出てくるから。 的にはだなとさっき言ってたニャブリハバーツミューラーミュラー虫ラかザネとかこっちにホーフマンが来るかもしれないって感じですね僕はザネよりはムシアラのが日本は絶対嫌だなと思いますああ結構それはツーライン会に入ってくるとかウィングでもプレーできるんですけどヒョッと入った時に前向けるクイックネスがありますよね狭いところで判断がしっかりできるザネもできるんですけども基本的にはドリブラーで もうちょっとウィングよりって感じですね、はい。だからウィンガーでプレーされたら嫌だなって思ってます。ただ今のドイツはウィンガーでプレーしてないので。で、うん、もしそのウィンガーでプレーさせるっていうプランが出てくると困りますね。はい、なるほ途中からザネが出てきて <laughs> はいはいはい。はらはら、まあ、れっ、ね、った試合で、はい、そうはられて、はいはい、でギャンギャン仕掛けられると。はい ちょっと嫌ですね。ハーバーツはこうチェルシーでも結構一番前やったりしますけど、ずっとここにいるわけではなくて。こうツーライン下にうまく入ってきたりとか、この辺のハーフスペースで、こう。こういうふうにせあのトップ下の選手と入れ替わったりと、かそういうプレーが非常にうまい。です抜け出しも実は。うまいですね。もうちょっと例えばこうやって。はい。ぼ、ボこんなところの時に。ススススってこうすすって抜けるのが。うまくてですね。私ここのイメージあります。ねま。基本ハーフスペースから抜けるのが。 上手で蚊結構速そうに見えないんですけど、はい、推進力あります。サイズがあるから多分こう大股なんでそう見えないんですけど、はい、まあそれは多分選手がよく分かってると思うんですけど。はい そこががが日本プレスかけるななららおさですミラーとハバツのベルナのほうがもうちょい直線的な動きがサイズもないですしポストが別に得意なんじゃないんでお膳立てしてもらってきょんと抜け出すところはいいんですけどそっちのほうが日本は予測ができる予測できる中での対応なるでこっちのはが想定外が起こりそうな気がするんでプレスどうしようかっていう迷いも出ると思うし。 ですごく流動的に動きながらカウンタープレースも仕掛けてくるので、はい、やだなっていう感じにしますねこれやっぱ初戦なので、うん、どうしても日本としては、はい、まあその後のコスタリカスペイン戦をうまく戦っていく上でも勝ち点1が欲しい段階になりますよね。 これやっぱり日韓ワールドカップの時はそれこそベルギーとね、はい、戸田さん主張されたあれでしたけども、はい、あそこでやっぱ勝ち点が取れたっていうのは大会を作っていく上でやっぱ大事な試合でした、うん、なんとなくほっとしたんですかね、はい、あ取ったことがなかった国としてもねは、はい、まあ勝てたら最高なんですけど、うん、次にこうじゃんかつなげられるような結果にはなったと思、はい、うので。 だまだ何も決まってないから、次こそワっとはなったんですけど、ゼロとはやっぱり気持ちは違ったと思うんですよね。なるほど。やっぱここで勝ち点最低でも一なんとかなんと取りたいって試合ですよ。まああとは序盤はちょっとシャカリ気に本当にスリーラインコンパクトでガツンと言ってもいいかなと思っなるほど。うん。 ちちょょっっっとととババタタさせせるるていうこ考えればらわですねただまあ映像を見てると思うからアメリカ戦の映像を見た時に特徴は踏まえてくると思うんでそうするとやっぱり例えばこっち側左利きなんで左足からドンとかもあるかもしれないしそこはやっぱりプレスに出れば出るほどこっちに来るっていうことを想定して準備はした方がいいと思います。でせってこぼれとかあえて狙ってくる可能性もあるて。で。 そうすると前に出ただけリスクがでかくなるていう感じなんで確かにレーブ政権下の最後と比べるとちょっとロングボール多くなりましたねドイツはね完全にポジアはだから手段ですレーブの時はちょっと目的化してしまって最後は押し込めるんですけど下がるんで結局そこから打開しきれなくてカウンターを受けちゃうだからドイツも9月シリーズだとちょっとその毛があったんですよそれはハンガリーが非常によく組織を作ったんで ドイツにも弱点がなないいわけじゃですドイツも選手がどういう状態かでチームはかなり変わるのでただ残念ながらバイエル・ミュヘの選手たちも状態が良くなってしまって9月シリーズはあんまり良くなかったですよクラブがちょっとそれを引きずってる感じもあったんですけどリュリガーみたいな選手がいると広大なスペースでもカバーができちゃうし一人シロッタベックも結構速いんで。 日本にも速い選手いるんだけど、うん、それ以上に速い選手がいると、うん、ここは多分ドイツの人強みでだから、ガンガンプレスするんですけどどうせだったら日本もドイツのプレスを <laughs> 受けた時に出てくるんで、はい、だから、蹴れる選手をしっかり使いながら裏返すところもやっぱり作っていかないと、はい、丁寧に繋ぎながら前進するっていうのは相当難しいと思うので非常にハイスピードで多分攻撃守備が続いていく試合になるのでそこをしっかりイメージをしてプレーを続けなきゃいけないです。 ドイツがこうどっちかというとトランジションがすごく速くて速いテンポで使用してくるんだったら日本もある程度そこにつき合いながらもあの逆サイド狙うとか相手がこうすごくカウンタープレス来きたときにそれこそ伊藤選手のサイドチェンジとかそういうところ狙いたいとかそっちはないと思うて スローダウンさせちゃう埋めちゃってスローダウンさせて持たせて入ってたところで取ってそれをするには多分4枚だと難しいんで5枚が必要になっちゃうんですけどそうしたらこっちにいっぱいスペースがあるんでカウントは打てるかなから日本は基本的に多分こうなるんで出る出ないはっきりやっぱりその捕まえ方もんかただ単に向かっていくと難しくなると思うんで中盤の2枚はとにかくフリーにさせない。 そこからいかにこう方向づけができるで次のボール保持者にボールが渡るまでにどれだけのスピードで目線が下がるような形で基本的には多分ここら辺が多分チャンスになるんですけどアプローチができてその次で取れるからそうするとここら辺にうようよしている人には入らないボールが入らないのでそうだとここからワンタッチとかいくらでもそれも含めてここら辺のボールサイドのプラスの 3人のスライドと逆サイドハーフと、ここがすごく重要なその辺の指示はやっぱり吉田選手とか遠藤選手とか、ちょっとラインを仕切っている選手たちがうまく指示していかなないいとけこですか指示がもうできないと合わない、そういうことで、もうプレーをしななきゃあるほど指示出して動くっていうのが、もう多分それだとスピードが間に合わないと思うんで。 全体認識として最初からこっちに来たらこうやってスライドしようよって、うんはいう最初から決めてかけんけない、うん、あとはそのプレスを始めるスイッチをどこで入れるかっていうのはある程度それはあ準備するの、ね、で、はい、設定として次だぞ今だぞ、はい、みたいな声がまあ必要になると思うので、うん、やっぱりここでしょうねでドンって出た時に1人目2人目、はい、2> 3人目みたいなのがはい あんまり一緒のタイミングで動いちゃうとボールがポンって出たときに全員置いてかれちゃうので1人目、2人目、3というちょっとずれた中で重要な場所を使わせないこことハーフスペースに入ってくるやつを消した上でうまく狭いところに追いやれればチャンスは出てくる下げたボールは出ていく出てく出るけどボールサイドに寄りながら出ていく蹴ってくるかもしれない蹴りそうになったらダウンする。 前でできる下がるでセル取る捉えたら行かれるほほの連続です。極限で考えるととてつもないインテンシティになります。でもそれをドイツはやるんです。やりますよね。だから強いんです。まあ今回ねあの今大会交代はか五人にもなってますんでその意味ではある程度前の選手のそのプレスの負担とか当然かかってくるのでうまくこうね。 日本ではどっちかというとバランスのいいあのポジションで二十六年選んでますんで、うんはい、その辺の交代枠っても重要になってきますね。な,すねなるほど。うん、ちょっと今日ね、あの戸田さんに伺ったお話を参考にしながら、えー、ドイツ戦を見ていただくと非常にあの試合をねより細かく 局面局面で考えながら見れると思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。トさん、今回はどうもありがとうございます。はい、ま大丈夫ですか？もう十分でございます。いまはい。はい。はい、いで、先ほどもちょっとねお話しさせていただきましたけども、鈴木啓太さんチャンネルの方では、はい、えとトウさんと私がワールドカップの全グループ展望させていただいてますので、そちらもぜひともご覧ください。はい、よろしくお願いします、はい。それでは皆さん、どうもまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。